エスキモー星雲は、双子座の惑星上星雲である。双子座デルタ星の約2.3度南東に位置する。1787年に、ウィリアム・ハーシェルによって発見された。地上の望遠鏡で観測すると、毛皮のフードを被ったエスキモーのような特徴的な形をしていることから、この名が付けられている。アマチュア向けの望遠鏡ならば見ることができるが、定倍率では、 構成と判別がつきにくい。100倍以上の倍率で、星雲状に見える。太陽と同程度の質量の構成が、赤色巨星に進化し、その後の質量放出段階で現在から約1万年前に放出されたガスによって形成されたと考えられている。星雲の外側には、惑星上星雲には珍しく、オレンジ色の細長いフィラメントが放射状に存在する。 このフィラメントは数光年にわたる長さを持っている。2020年8月5日、アメリカ航空宇宙局は、エスキモーの故障が、北極圏の先住民族に対する人種差別主義の歴史を持つ植民地の用語であるとして、今後この故障を用いないことを発表した。同時に、シャムソー政治生運の名称も使用しないこととなった。なお、エスキモーの故障はカナダでは、 差別的表現とされているが、アラスカ先住民には受け入れられている。ありがとうございます。